このアンチョビミサイルなんですけど、船での、まあ、立ち用狙いで使うルアーですね。でまあこうまっすぐ誘うこともできるし、これの特徴であるこうダートさせて横に誘うこともできる、そういう、ルアーです。で、まあ、構造的には、鉛ヘッドに、この中空ボディ、これ中空なんですけど中空ボディがついてて、で、まあ特徴として水平姿勢を、まあ、保てるこういうルアーで、まあ、タチウオって結構その魚の、まあ、内臓にアタックしてくることが多いんで、まあ、そういう意味でこう水平にしてると、タチウオがあチャンスやと食べに来やすいんで、いいルアーです。はい、とね、このアンチョビミサイルなんですけど、まあ、今まで、まあ、例えばジグとかやとこう、まあ、縦にしか誘えなかったんですけど、まあ、アンチョビはこう横に誘えるんで、まあ、その分こう、こう面で誘えて、まあ、初心者の人でも、感覚的な、今まで縦やと感覚だけに頼られてたんですけど、すごく、横に誘える分やりやすくなってるんで、結構てんやって、すごいジグとかですごい釣れてる時にてんや入れると、人より大きいサイズが釣れることが多いんですけど、まあ、それを、まあ、ルアーで、できる、まあ、要はなんかすごいいいサイズを選んで釣れるっていうのがこいつの魅力です。でまあジグの場合はもう止めてもこう何ですか、その水平じゃなくてこう縦にしかならないんですけど、こいつの場合止めてあげるとやっぱこう水平にフッとなるんで、その分やっぱりその特にそのタチウオみたいな内臓を襲うようなターゲットのやつはすごいこういうこれを好んで食ってくるんで、そのアクションを演出できるっていうのが、まあ、特徴ですね。今まではね、いわゆるタチウオテンヤでやると結構水平でやれたのが、まあ、このルアーで手軽にできるっていうことで、まあ、どうしてもね、すごい活性高い時はジグの方がね手返しいいですけど、そうなると釣り人ってやっぱりでかいの釣りたくなりますやん。そんな時にちょっと使ってもらったらいいと思います。そうですね、動き的にはアクション的にはもうこういう風にちょっともうなんていうんですか、こんなこう回りながらこうダートするような感じ、それをずっとこんな感じ続けていく、まあ、その幅を大きく飛ばしたり、まあ、ちょんちょんちょんってしたりとか、そういう風に使い分けることができますよ。来ましたね、今もステイできた、おお、これはちょっといいんじゃ、サイズアップしたんじゃ、今のもだからね、ちょっと解説しようと思って止めて水平保ってた時にもう下にグググって引きずられました、ね、あいや、サイズ的には、50g から 190g の、まあ、6種類になっていて、まあ、狙う水深的には、まあ、50m から 100m ぐらいの、まあ沖で使います。とりあえずこれパッケージに入っている時点ではこういうボディとブレードこの状態になってるんですけど、まあセッティングとして、まあ、基本はまず、フロントにこのフックをつける、これが基本です。フックのサイズなんですけど、まあ、サイズ的には、まあいろいろあるんですけど、まあバイトとかフッキングの良さと、フッキング悪かったらちょっと針を大きくしてみるとか、まあいろいろ試していただけたらいいと思います。基本のセッティングはまあこの、フロントにフック一つなんですけど、食いが悪い時なんかは、リアにこの後ろの方にダブルフックをつけるとより、フッキングできるようになります。でこの、リアブレードなんですけど、まあ、これを取ることによって、まあ、バリエーションにこれがないバージョンやとよりこう、ダート幅を大きくすることができるし、まあ、ホールスピードも速くなるんで、まあ潮が速い時とか、ルアーを飛ばしたいような時は使ってもらうのもありです。
ロッドは、スローテーパーで、まあ、フッキングしやすいような、ロッドが使いやすいです。で、リールですけど、リールもこう、結構深い水深やるんで、まあ、パワーのあるリールが使いやすくて、でラインは、まあ、PE の1号ですね、にプラス、先っちょにこの25ポンドのプロロを2ヒロから、まあ、3ヒロぐらい、つけて、でその先にこれ、まあ、ナイロンの100ポンドなんですけど、まあ、結構太刀を歯にやられるんで、これをつけて、でこれはもう30センチぐらいですかね、長さで。結構釣るたんびにチェックしていただいて、こう気づいてるやともう切って、でどんどん、まあ、短くなったらもう一回30センチ作るみたいな感じで、まあ、とにかく太刀を歯がすごいんで、ラインチェックだけしっかりしていただいてもらったら、ロストすることがなくなるんで。でこのスイベルも、結構、回転することもあるんで、まあ、ローリングスイベル使うのがおすすめですね。ウェイトチェンジとかもこれだと楽にできるんで、